たなカカシ班が結成された矢先、思いがけない知らせがナルトの元に飛び込んできた。かつて中忍試験でしのぎを削り、今は風影となったガーラが暁の一員に拉致されたという。暁はナルトやガーラのような人中力からキュービや主格などの美獣を引き剥がし悪用しようと目論んでいた。ナルトはガーラを救うため仲間たちと共に暁のアジトを襲撃する。そこでナルトが見たのはガーラをさらった張本人デーダラと死角を抜かれ絶命したガーラの姿だった。ナルトは逃亡しようとしたデーダラを追いかけ森で交戦状態となる。非道な暁に対しガーラの痛みを知るナルトの怒りは炸裂するのだった。ガーラを返せ。やれるもんならやってみな。お前だけは絶対許すわけにはいかねえ。変わった人中力だなお前。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。そうかわいそうな嫌われ者同士、放っとけなかった。俺がぶっ潰す。やれるもんならやってみな。やるじゃねえか。勝つのは俺だ。俺の邪魔すんじゃねえ。ナルトたちは暁のデーダラを撃退しガーラの体を奪還することに成功した。だが死んでしまった者を治療することは誰にもできない。なんでガーラが、ガーラばっかりが。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。ガーラのために慟哭するナルト。その姿に心を動かされた砂隠れの里の重鎮チオバーは自分の命と引き換えにガーラを生き返らせた。次の世代の者たちが忍びの未来を変えることを願い信じたのだ。ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい
立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。ナルトはその思いに三代目火影と同じものを感じ、受け継いでいくことを決意するのだった。